起こしやす。やっぱり今日は何かと慌ただしいどすか。将軍様が長州を討伐する言うて大阪まで来はってからもうだいぶ経ちますな。天使様にお伺いを立てはったり、長州までいろいろ聞きに行かはったり、その間ずっと大阪にいはるから大阪の人たちは迷惑を持ってはるみたいどす。長州は戦の準備のためにわざと引き延ばしてはるんやないやろうか。失礼します。ご苦労様。紹介しよう。こちらは中岡慎太郎君。よろしく。恩師のことは龍馬から聞いちゅうぜよ。よろしくお願いします。中岡君は坂本君と並んで今回の立役者だね。もしかして高杉さんに頼まれた一仕事のことですか。ああ、薩摩と同盟を結ぶって話があるんだ。中岡君と坂本龍馬君が持ってきた話なんだよ。薩摩と同盟ですか。というわけで坂本君の護衛に行ってほしいんだ。今終戦役に死なれると困るんでね。はい。やっちゃうぜよ。よし行くか。おまんとも久しぶりじゃ。坂本さんが元気そうでよかった。ああ、二人は窮地の中じゃったな。初めて会うたがは土佐勤王島におった頃じゃった。武志先生は切腹なさったそうですね。この何年かはまるで夢のようじゃ。人も物もあっという間に移り変わる。坂本さんもその移り変わりを激しくしている人間の一人だと思いますよ。そしてそれが気に食わない人間もいる。そうみたいじゃの。坂本龍馬だな。人気者はつらいの。坂本さんは切らせない。お前は池田屋の今日を騒がす朝敵め。お前たち新選組は時代の流れに逆らってる。古いものにしがみついても無駄な血を流すばかりだってことに気づかないのか。私は武士だ。一度誓ったことをたがえたりはしない。新選組大使としての役目を果たす。聞かせてもらいます。
いたぞ。何事だ。今のうちに逃げるぜよ。はい。次に会った時は切る。アンさん、えらいお疲れのご様子どすな。あまり無理したら飽きまへんえ。大事なことをしてはるにしても体を壊したらどうにもなりまへん。今日は浮世のことは忘れてのんびりしておくれやす。では参りましょう。あっちに行ったりこっちに来たり、私もなかなか落ち着けないね。いよいよ薩摩と同盟を結ぶことになったよ。しかし今まで仲が悪かった者同士が手を結ぶというのはやはり難しいね。どうにも話がまとまらないけれど、そろそろ型をつけないとね。薩摩の小松殿の屋敷で西郷殿が待っている。この同盟が成立したら幕府を倒すこともできるだろうね。もちろん快く思わない人間も多いだろうけど、
いつも通り護衛は君に任せたよ。